はい、皆さんこんにちは。2年ほど前にですね、私この篠崎バイオリン教本ですね、これの3巻を全曲演奏と解説をさせていただきましたが、その際にですね、私が幼少の頃ね、使っていた古いこの篠崎教本を使っていたものですから、全曲演奏と解説していたと思っていたら、ちょうどですね、今の15ページから18ページのページが抜けていたんですね、使っていた教本がね、その時。それで、リクエストでちょっとその抜けている部分もできれば解説をしてほしいということがありましたんで、ちょっとだいぶ時期的には、前やってたので、ちょっとうまいこと、その当時の感じでうまいこと弾けて解説ができるか分かりませんけど、とりあえずその抜けているところをね、ちょっとチェックしていきたいと思います。14ページのね、ちょうどカイザーの14番、ここは多分入ってたと思うんですよね。でその次の15ページですね、この部分が多分抜けてますね。これはまあ解説ばっかりのところですけど、ここのね、リコシェサルタートというところがありますよね。これ、これまあ少しね、解説させていただいたと思うんですけど、してなかったかな。一打連続超球ですね。これをちょっとだけね、ちょっとやりたいと思います。一打連続超球、まあリコシェサルタートというのは、耳のバウンドですね。耳の耳結構こうバネがありますよね。ここね、こういうバネが、それを利用した奏法のやつ。だからもうこうやったらこう跳ねますよね。まさにもうこれです。意味はこれを利用して、この15ページの、練習1からちょっと弾いてみたいと思います。まさにこれはね、こう先ほど言ったみたいに、こういう感じで、何もこう引かず、引っ張らずに、最初こういう練習したらいいかもしれないですね。こう力は抜いといて、弓のバウンドだけでね、こうタタタタタタンってだと思うんですけど、それを少しこう引っ張ると、こうちょっとこう音が鳴りますよね。それの練習ですわ。これを制御させて、2つとか3つとかできるように練習してください。まあ最初はこの音変えなくてね、開放弦で練習してもらったらいいですね。まず2回、これ3回、4回、これをまあ練習していただいてから、この音程をつけて練習していただくと、これはいいと思いますね。はい、じゃあとりあえず、16ページですね。では今のリコシェサルタートがそのまま次の16ページの有名なゴセックのガボットですね、これに出てくるんですよ。これ、後半のここ先やりましたね。全く一緒ですわ。でその後もこういう感じでサルタと出てきますんでね。このゴセックのガボット有名ですよね。これ鈴木メソードでも第1巻の最後で出てきますけど、蝶がね、あっちは違うんですよね。で都庁長やったと思うんです。 ですから鈴木メソッドの方が弾きやすいですね。こっちはこれは二長調。
こうサードポジションに上がらないとダメなんで、ちょっと難易度が高いですね。それと鈴木メソッドの方はこのリコシェされた時にななってなかったですね。どうぞ。どうだっけな、ごめんなさい。まあまあ、ちょっと違いますよ。こういう感じで、ここはこう、リコッシェにしないで、普通に、スラーで、演奏するようになってたと思います。はい。じゃあ、とりあえずね、このゴセックのガボットを、ちょっと最初から繰り返しなしで弾いてみたいと思います。という感じです。ちょっとね、リコシェサルタードがちょっとゆっくり気味で演奏しましたけど、どんな感じか、大体お分かりになられましたでしょうか。それと、まあ、繰り返して2回目はね、ちょっとリタルランドとかね、ゆっくり演奏させていただきました。まあ、これ有名な曲ですからね、また練習していただけるといいかなと思います。はい。次、17ページのね、トリラーという、まあこれトリルの解説がこう書いてあります。まあ、トリル分かりますよね。ラシラシラ。こう同じこう音とその一つ上をタリラリラリラジってこうね、連打する。まあ、ピアノとかでもありますよ。とかね。まあ、そういうこ、あの練習の仕方がこれずらっとね、書いておりまして。で、最後、その金婚式の前ですね、この18ページが、おとあの、あの書いていただいてたよね、ちょっと抜けてたので、このカイザー17番ですね、ここの解説、をしていきたいと思います。ここもです、先ほどの、17ページの、トリルを中心とした、練習曲になっています。ね、それで、こう上の方に1番、2番、3番ってこうね、練習の仕方が書いてありますよね。これそれぞれやっていただけた方がいいんです。まず1番はシドシラシってなってますね。だからこのトリルの弾き方はシドシラシっていう、このトリルとこの草食音符ですね。続けてシドシラシミって感じで弾いていただく感じです。ちょっと一回最初の触りだけ弾いてますね。こんな感じです。これで最初ずっとね、このトリルがずっと終始、真ん中あたりちょっと違うのありますけど、これで練習していただくっていうことです。で、それに慣れてきていただけたら、次は2番で、
つい7連符ですね。さっきの5連符だったんですけど、しどしどしらしみ、これで練習していただくということです。って感じです。これが7番。まあまあここまでで本当はいいんですけど、まあできれば3番もやってくださいということですね。今度はドシドシらしいって上からのトリルになりますね。今まではシドシって下からこう上がってましたけど、最初はね、次は上からドシドシらしいきます。こんな感じになります。だからこう表記としてはね、こう普通はこれしか、このトリルのこのマークしかこう書いてないんで、どういう風に弾いたらいいかっていうのはもう奏者にほとんど任されているようなところもありますよね。ですからまあとりあえずいろいろこう練習していただいて、指回りを良くしていただくっていうのが、まあ、このカイザーの練習の第一の目的かなと思います。それとあと中間あたりね、これソラシソドレありますね。これはサルタートで、サルタートというのは前回2年前にご説明させていただいてましたけど、この元弓のね、あんまりこう跳ねない部分ですね。そこでこういう弾き方で力強い演奏ができやすいですね。ここはね、こういう感じです。こういうの押さえつけないということです。こう置いて離して、置いて離して、こういう感じでサルタートでね、置いて離す。それで離した時にちょっと引っ掛けてやるんでこうなりますね。こう楽器が結構よく響くと思います。それを素早く、こんな感じで、演奏します。はい、とりあえず、まあ、最初から弾いてみますね。感じの曲です。結構ねこう最後の方がこう和音で、これ結構難しいですけどね、こう2本一緒に弾いて開放弦を弾きながら、このゲーセンの開放弦を弾きながら、ゲーセンは1212で動かすね。しっかりこうトンネルをねこう作っといていただいて、ゲーセンのラのフラットを押さえながら、こっちのデーセンは開けておく
ける、こういうトンネルをしっかり作る練習をねしてからやられたらいいかなと思います。和音もまあまあ難しいってことね。このオクターブをね結構外しやすいですよ。でまあ外さないように練習してくださいね。はい。でまあ次金婚式はもうあの2年前のその動画に入っておりますんで、この15ページから17ページ、今の18ページまでがちょうど抜けてたんで、ちょうど私も気になっておりましたんで、あのこの機会にこうやってあのご案内できてよかったかなと思っております。それでね、あのこれの第4巻もやってほしいというリクエストもあったんですけど、これ3巻はねまだこうやってあの、ま、私なりに即興でちょっと雑ですけどバーッとあの1冊一気にあのライブ配信できたんですけど、4巻ばっかりはね結構レッスンではね今でも 3,4 人の方がこあのうちの生徒さんで使ってるんですけど、そのバーッと一気にするというのは、まあ、難しい、ちょっと難しい、おさらいしないと弾けないところもあるんで、まあ、ちょっとねいつになるかわからないですけど、まあ、また機会があればねやるかもわからないですよね。はい、じゃあ あまり期待しないで待ってください。はい、お待ちください。はい、それでは今日はですね、この篠崎バイオリン教本の第3巻の、やり残しがあった部分についてちょっと補足的に付け加えさせていただく動画を、ご案内させていただきました。本日も、ご視聴どうもありがとうございました。